これより各候補者の得票数を申し上げます。石破茂君68票、菅義偉君377票、岸田文雄君89票であります。総裁当選規定第22条を準用した今回の実施要領では、有効投票の過半数を得た者をもって当選者とすることとなっております。よって菅義偉君をもって当選者と決定いたしました。